あの家に住んでたのは夫婦二人でしたよね。私見たんです。二階にもう一人いるの。この前、俺変な家行っちゃったんだよ。そこ行っちゃいけなかったんだ。夜中に足音がよく聞こえたの。彼女の周囲で事件が起きていることは確かですか？呪われた家だと言いたいんでしょう。あの家に5歳まで住んでました。逃げた。女が監禁されて孕まされた。お腹の子ね。あなたの子じゃないの。女は死体で見つかったけど子供は消えていた。3人で一緒に死の。小さな足音が聞こえるんですよ。たったったって。この家、哲也さんが行った家を見つけないと。あの家って何だと思います？子供の足音じゃない。呪怨は実際に起きた出来事を参考に作られた。それらの出来事はある一軒の家に端を発していることが分かった。だが実際に起きた出来事は映画よりもはるかに恐ろしいものだったのだ。